はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、2時間足ボニンジャーバンド上昇トレンド進行中、一目均衡表トレンドは出ておりませんが、買いバイ外や発生。はい、ストーキャスティックス売りシグナルが点灯ということで、2時間足ベース、底堅い動きと見ております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、二時間市ボリンジャーバンド、トレンドの方向性示す赤い点線21本、移動平均線上昇しております。二時間足ボリンジャーバンドは上昇トレンド進行中です。はい、二時間市ストキャスティックスは売りシグナルが点灯しております。 はい、二時間足一目均衡表です。はい、ローソク足と雲の位置関係からトレンドは出ておりませんが、現在ローソク足といいますと、レジスタンスラインとして掌握しております、転換線、雲の上限、上抜け、トライ中ということで、はい、これ終わりで別線抜け切ったら、えっ、ー、と、買いが加速する可能性が十分考えられるということです。はい、二時間足一目均衡表、トレンドは出ておりませんが、買いバイアスが発生ということです。はい、それでは、 はい。本日、ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい。サポートラインは92円ちょうどレベル、92円ちょうどレベルと考えております。はい。続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは93円ちょうどレベル、93円ちょうどレベルと考えております。はい。本日、ロンドン市場の予想レンジ、92円ちょうどレベルから93円ちょうどレベルということです。 はい、ポイントですね。調整売り優勢も上昇トレンド進行中ということで、はい、九十えー、っとですね、オーストラリアドル円92円の707まで上昇後92円の174まで調整売りが優勢となっておりました。直近ではですね、若干、あの、反転しているようです。その中、2時間足、ボニンジャーバンド上昇トレンド進行中、一問均衡表は強い買いバイアスが発生ということで、はい、本日、オーストラリアドル円ですね。 はい、ロンドン市場におきましては、底堅い動きと考えております。最後にグッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。本日は以上となります。